はよ。準備できた？ん？迷子にならないように迎えに来てあげたんだよ。ほっといたらすぐフラフラどっか行こうとするじゃん。そうそう、この間だって道に迷ったとか言って遅刻したでしょ。なんで住んでる本人より俺の方がここの地理に詳しいんだって感じだけどね。あと思ったより早く着いたからまだ準備してない顔を見てやろうって思って。そんなに変わんないよ、いつも可愛い。本当はできるだけ長く一緒にいたかったから。あんたは違うの？よかった、同じ気持ちで手つなごうよ姉ちゃん。だって俺の方が年下だし、たまには甘えさせてよ。今日はあんたのことを独り占めするから。覚悟してて。